制限は本当に持たずに本当にたくさんの方にお会いしてみたかったのでそういう形で撮らせてもらいました。一時の時には、書類と動画も、皆さん送っていただいたので、あ、こういう方々が世界にたくさんいらっしゃるんだなっていうのでとてもワクワクしました。人にこう見せる、魅了するのみの、はい、見せる音楽がずっとやりたくて、もうその自分のやりたい音楽像っていうものにぴったり一致していて、それでこうオーディション募集っていうのも見つけてっていうので応募させていただきました。15歳です、まだ。15歳って高校今1年生です。1年生自分もラブバイツの中に入って一緒に成長していけたらなと思って。私ピック弾きがメインなんですけども、うんうんうん、いいじゃないですか。バンドを支える形がメインになると思うんですけども、うん、はい、ちょっと力強いプレーが得意なので、うん、新しいですね、頼もしいですね自分の今ソロで活動してるので、うんうん、それでは自分で作詞作曲とかもしてますし、あのバンドやってた時も作曲では参加してました。うん、全然大丈夫ですよメタルでしょ、メタルですよ、メタル、もういいやっぱこのスピリット好きだわそれこそメタルそういうのを超越してるのが音楽だと思う。Okay, well, first off, this is my dream. This is my everything to me. Music is my life. I, since an early age, this is what I've wanted to do, and I've worked incredibly hard to do it. まあ人数は決まっ、絶対2人とか3人とか何も決まってなかったけれど、でも2人がやっぱ突出してたかな。自分がこのベーシストとしてバンドで活動するとしたら、チームとして5人で全員でこう切磋琢磨できるような関係を望んでいたので、おのおののことを心から尊敬ができると思っているので、そんな関係に自分もふさわしくなれるように頑張りたいと思って応募をしました。ちょっとなんか流れ的にはハマーやって、はい、ゴールデンやって、はい、シャドウ音もすごいゴリゴリ。そうだね、かっこよかったね、うん、ピックだからね、結構ね、音立つしね、うんうん、佇まいがすごい堂々として、うん、かっこいいな、うん、ちょっと裏でベースのアレンジちょっとしてくれてたのがちょっとおしゃれな、センスいい、いいねそして支えるっていう面だと前編ではできたのではないかというふうに思うんですけど、やっぱりベースなので、そのドラムとギターとボーカル全てを支えるってことを忘れないように、そこは徹したつもりです。もともと個人で YouTube チャンネルでずっと活動していたんですけど、それを活動休止していて、このかっこいいバンドのベーシストとしてだったらまたもう一回こうファミとして歩み出せるかもしれないっていうふうに思って、こう応募させていただきました。ガンガンにバンバン髪の毛振り乱してやっていきたいと思います。はい、もう緊張しないで、ただただ楽しくやってください。ゴールデンディスティネーションの3連符のタンタラランタラランタラランタランっていうところがこうやったことがないリズムだったので、いっぱいこうこんな感じなのかなっていうふうに試行錯誤していったんですけど、そこがこうギターのこう刻みとぴったり合った感じがして、それがすごく嬉しかったです。ギャロップ、ギャロップね、そうね、ギャロップやっぱりすごい聞こえたね、しっかりね、すごいギターともすごいハマってたよね。そうだね、いいグルーヴが出てたというかね、すごい意味だけどはっきり音が、そうだね、それは本当にちゃんと粒がもうすっかり聞こえてたから、いいなと本当に思ったわ。もうとにかく今日演奏できたことがこう自分にとっていい経験になったというか、こう普段なかなかもうもちろんできないことをやらせていただけたので、どんな結果になってもこう後悔がないというか、自分で今日やりきれたからこそもうどんとこい結果みたいな、そういう気持ちになってます。
彼女がスタジオに入るだけで何かこう空気がキラキラ明るくなるような、なんかそういう存在を私はすごく感じたので、まあ本当これこそもうなんかもう直感みたいになっちゃうんだと思うんですけど、きっとなんか新たないいあの要素を私たちのバンドにもたらしてくれるんじゃないかなっていうのは、まあみんなが多分本当に思ったこと、それが一番だったのかなって思います、うん、ラブバイツっていうこう元々完成していたこう物語の中に私が参入していくっていう状況だと思うんですけど、演奏を通して会話していくうちにだんだんこう馴染んでいけたらいいなとか、自分の色をそのラブバイツに寄せつつも出していけるようになったらいいなっていうふうに考えてました。